モロッコインゲンです。モロッコインゲンの、今日は炒めナムルを作ってみようかなと思います。このヘタのところを折って、まあ、大体筋はないですね。今まで使ってきた中でも。なので包丁で切ってもらってもいいですし、こう手で折っていっていただいてもいいと思います。今お湯を1リットルぐらい沸かしています。グラグラしていますが、この雪平鍋20センチぐらいですね。私のこの手のここからここまでが20センチなんで、それのお鍋のこのちょうど半分までが1リットル。まあお家でもそういうふうにこういちいち計量カップで1リットルを測ったりするのめんどくさいと思うんで、そういう感覚を、まあ、知っていたら便利かなと思います。で、このグラグラ沸いてるところにお塩、粗塩ですが小さじ2杯入れます。で、このモロッコインゲンを1分茹でます。今日はこのモロッコインゲン 150g を使っています。今日はこの後炒めていくので、さっと火を通すぐらいにしておきます。まあ、再沸騰したらというのを目安ですかね。で、ざるにあげていきます。ざるにあげて冷水にとりました。まあ、氷水を使う必要はありません。まあ、粗熱が取れたら大丈夫です。この後火を通していくので。で、これを斜めに、5ミリぐらいに切っていきます。なぜ切ってから茹でなかったかというと、切って茹でるとやっぱり栄養が抜けてしまうので、なるべく栄養が抜けないような調理法でと思い、軽くだけ茹でて切ってからまた炒めるっていう感じにしました。にんにくを入れます。今日はまあみじん切りで、香りをしっかり出そうかなと思いますけども、みじん切りめんどくさいっていう方はもう輪切りでもいいです。輪切りというかスライスですね。で、芽を取ります。大体で大丈夫です。炒めていきます。ごま油大さじ1杯とにんにく、先ほどのにんにくを入れて火にかけて、香りが立ってきたらいんげんを入れます。インゲン入れたら火を、まあ、中火から強火にしていただいて大丈夫です。ニンニクを入れた状態で火が強いとすぐ焦げてしまうので気をつけてください。で、全体に油が回ったら弱火にします。で、お塩とりあえず一つまみ入れてみます。もうこれで十分味が出ています。火を消します。一つまみっていうのはこの3本の手でしっかりつまむのが一つまみです。だいたい 1g ぐらいなんですけども、ここにいりごま、ごまも少し気持ち高いのを選ぶとやっぱり香りがいいです。これをつまんでこう指でこうひねって香りを出します。今日思いつきでやってみたんですけど、思いのほかものすごく美味しくできました。ぜひ作ってみてください。